ワールドカップ W 杯アジア2次予選日本5のゼロシリア21日プリンスアブドゥラアルファイサルスタジア日本 FIFA ランキング18位がシリア同92位を圧倒し2次予選を2連勝としたトップ下で先発した MF 久保建房、22位コールレアルソシエダードが前半32分に鮮やかなミドルシュートで均衡を破ると SFW 上田綺世、25イコールフェーエノールと、が前半のうちに2点を追加。後半も DF 菅原幸成、23イコール AZ アルクマール、FW 細谷正弘、22イコールカシワ、が代表初ゴールを重ね、危なげなく5-0で対象した。試合は内戦下にあるシリアのホーム戦で、中立地の実打開催となった。 日本代表にとって過去5戦全敗という、鬼門、サウジアラビア会場。そんな負のデータも、シリアも粉砕してみせた。4-2の、3-1の並びで、最終ラインが右から菅原、谷口、冨安、伊藤。遠藤と森田のダブルボランチ、2列目は右から伊藤、久保、浅野の並びで上田が1トップ。立ち上がりからボールを支配し、 一方的に押し込んだが守りを固めるシリアから得点には至らない。しかし久保の左足が重苦しい空気を切り裂いた。前半32分、右サイドの伊藤から横パスを受け、ペナルティーエリア手前から左足ミドルシュートをゴール右隅へ決めた。久保は国際 A マッチ3点目、29試合。これで硬さが取れた日本はゴールを重ねた。前半37分、 伊藤の左クロスを伊藤が頭で折り返し、上田が右足で直接蹴り込んだ。ニャンマー戦から2試合連続のゴールで2-0とした。さらに3分後、再び上田が伊藤からのパスを左足押し込んで3-0対0。上田は23年の国際 A マッチ8試合で7点という荒稼ぎとなった、通算19試合7得点。後半早々の一分。 ペナルティエリア手前の左寄りの位置で上田が倒され FK を獲得。久保が直接狙うふりをして軽く横にずらし、脇から菅原が右足でシュートを放つ。これが相手選手に当たりゴール右隅に決まった。4対0、守っても、ロングボールで打開しようとするシリアの浮き玉パスを、冨安が鋭い寄せで透かさず回収するなど、相手に付け入る隙を与えない。 上田は2試合連続のハットトリックも期待されたが、後半20分に FW 細谷と交代し、親久保面久保も後半31分に MF 同安と代わり、ベンチへと下がった。後半37分には途中出場した細谷が、伊藤が左から右足アウトサイドで送ったクロスを左足で蹴り込み、5対0とした。伊藤はこの日オンアシストの大活躍だった。 16日の初戦でミャンマーを5対0で下したのに続き、2戦目も実力差を見せつけての対象。第3戦、第4戦は来年3月21日、26日、会場未定に北朝鮮と2試合続けて戦う。